はい、こんにちは。今日なんですけれども、iHerb で評価5、5点満点のプロテインバーを2つ紹介したいと思います。iHerb! 久しぶりのプロテインバーなんですけれども、前回、iHerb で星評価1のプロテインを紹介したと思うんですけれども、今回ね、逆に評価5のものが俺は欲しいと思って探していたんですよ。そしたらですね、僕のね、専門分野、プロテインバーに星評価5のプロテインバーが2つあったので、それを早速ポチって届いたので、レビューしていきたいと思います。ドン！こちらの2つのプロテインバーでございます。で、こっちが、スナップのキャラメルプレッツェルでございます。で、こっちが、ディターシンプルプロテインバー。味がキャラメルピーナッツでございます。どっちもうまそうですよね。楽しみ。なんか久しぶりのプロテインバーでちょっとね、テンション上がってる。ワクワク。ワクワク。ワシントン。ワクワク。ワシントン。この2つが、僕が買った時に5つ星だったので、レビューしていきたいと思います。ちょっと画角を変えます。はい、じゃあ、行きましょう。じゃあまずはこちらのスナップから食べていきたいと思います。まず気になる成分はこんな感じ。カロリー160キロカロリー、トータルファット 6g、 トータルカーボが 18g のシュガーが4、糖アルコールが3ですね。タンパク質が 15g というふうな感じでございます。まあ結構悪くない成分だと思います。カロリーも160キロカロリーに対してタンパク質が 15g ということなので、はい、いいと思います。スナップのプロテインバーはね、美味しいです。僕が今まで食べた中で間違いなくトップ5には入ります。はい、で開けるとこんな感じで1箱7本入りでございます。俺スナップすごい好きなの。本当にアメリカのコンビニで売ってるようなデザイン。これすごくいいなと思います。はい、わあ、すごくいい香りです。はい、あー、これはね、審査6のプロテインクリスプに香りがすごく似ております。じゃあいただきます。実食。うまいやつやー。サクサク食感のお米のお菓子みたいなやつや。これはね、美味しいです。もう審査6と遜色がない美味しさ。食感非常に似てます。あるいはキャラメル感はどっちかというと、少なめですけど、この鼻から抜ける香りがすごく良くて非常に美味しい。うん、美味しいです。なんかこれもう見た瞬間からうまいってもう分かってたからね。うん、でスナップと審査はもうほとんど間違いないので買って、僕の中ではすごくおすすめ。注意系ではないです。サクサク系の中ですごくおすすめです。うん、あ、これうまいわ。審査6のプロテインバーに比べるとサイズ感が小さいので女性の方でも食べやすいかなと思います。はい、これはリピート確定で美味しいです。買って損はない、美味しいです。じゃあ次いきましょうか。でこちら気になる成分はこんな感じ。カロリーが120キロカロリー。トータルファット 4g。で、トータルカーボが 12g のシュガーが 2g。で、タンパク質が 10g というふうな感じですね。開けるとこんな感じ。1箱9本入っております。なんかちょっとしっとり系のお菓子だよみたいな感じのパッケージでございます。非常にお見せず苦しいんですが、猛暑のためちょっと溶けてしまいました。さあ、これチョコレートが周りコーティングしてるんですけども、猛暑のため溶けております。どう見たいゲットだ。で、サイズは非常にコンパクト。うん。すっごい小さいです。はい。じゃあいただきます。実食。なーん、やばいやばい、やばい、なっちゃいー。うん。注意系です。味はすごい濃いです。本当にピーナッツバターを食べているような感じで、でチョコレートがコーティングしてあるんですけれども、まあ、そのチョコレートも巻き込んで本当にチョコピーナッツを食べているような感じです。でピーナッツが中に入っているので、その食感がところどころであります。美味しいです。注意って2つあると思ってて、食感が、それはクッキー系の注意とこういうようなキャラメル系の注意が僕はあると思ってるんですけども、これはどっちかというとそういうキャラメル系の注意の感じ、スニッカーズみたいな感じです。
うん、食べやすくて美味しい。非常にコンパクトなのでこれ結構いいかなと思います。ただ夏、これまあ見ての通りもう大変な、パニックになっておりますので、夏はこれ溶けますね、すごく溶ける。うん、だからまあ冬だね、スキー場に持っていくのにおすすめです。はぁ、やっぱり夏だと溶けちゃうから、まあ、冷蔵庫とかでしっかりと冷やしながら保存して食べることをおすすめします。うん、味は非常に美味しいです。癖がないので食べやすいと思います。はい、はい、ってことで今日はですね、アイハーブで5つ星のプロテインバー2つをレビューしました。スナップとこのディッターシンプルというものかな、はい、こちらのプロテインバーです。まあ、プロテインバーに何を求めるかだと思うんですけども、やっぱり一番は味なんですよね。でそうなった時に全く別、もうサクサクと注意ですけれども、この2つはどっちも美味しかったです。まあ基準にしているのは審査6なんですけども、審査に比べると、サイズが小さいので食べやすい、女性とかが食べるのにおすすめだと思います。はい、概要欄にリンク貼っとくので気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは